これを普通に読んでよ。許してあげたらどう？あ、読めるんや。関西人は読めへんらしい。許してあげたらどう？が、許してあげたら、許してあげたらどう？とかなんか変なイントネーションになんでいて。私は普通。関西弁？許してあげたらどう？じゃあこれ普通に読んで。関西電気保安協会。読めるんや。なんで？関西電気保安協会って読んでしまうってみんな。ならへん。え、俺も頭の中でそって読んだ。嘘。うん。なら健康ランド。普通に読めるんや。なんで？普通に読まれへんらしい、関西人は。あ、なら健康ランドって読むってこと。そう。私大丈夫や。じゃあこれは？関西人が普通に読まれへん。強立美容外科読めるんや、うん、強立美容外科じゃないよ。わ、知っとるよ。ほんならホテルニュー、ホテルニューアワジ。ほら、もうアウトや。え、あの関東人やったらニューオークランドのはず。はいはいはい。ピアノいい、普通にピアノ打ってちょうだいやな。みんな丸く竹本ピアノちょろろろろろなんか今日それが出てきて、私も口に出して読んだんやけど、読めんかってリズムに乗ってしまうのね。そう、いや、じゃあね、もう一個な、なんかあってん。あ、これや、これ。はい、読んで。許してやったらどうや。読めるんや、うん、許してやったらどうや。なんか関西人は読めへんらしい。それ吉本のせいじゃない。吉本で、吉本 の, あの新喜劇の中で、うん、許してやったらどうやっていうのがあるの。そう、あの、うん、TikTok で言っとう人は許してやったらどうやって撮ってるそれ知らんもんな。それ知らんから大丈夫だ。え、でも逆に関西以外のこともある。でも関西やったら完全に許したったらとかっていう感じになるはずや、うん、ローカルのさ、テレビでしかやってない宣伝やったら、地方でもあるやん。ニューアワジみたいな。そうか、ホテルニューって聞いた時に、アワジって帰ってきたらこの辺やねん。あ、そうなん。ニューオークラやねん、普通。そうなん。最大手やから、そっちの方が。へぇ。いや、アワジやろ。アワジやな。いつも行くし、いやなって、あの、ドイセントで言われちゃう。ここだけやから。俺もやなになるんやけど、アワジなるけど、基本的にはオークラさん。皆さん、あの、一回ね、あの、関西人の人はね、皆さん言ってみて、やってみてください。周りの人に許してやったらどうや、許してやったらどうやっていうのがそれ気持ち悪いわ。吉本であるはず、これ。それ関西弁ちゃうな。でもちゃうちゃう、面白おかしくやってる。許してやったらどうやっていう。でも、なんかそんな感じでネタがあんねん、そういう。あと関西電気保安協会の、関西電気保安協会。いや、わかるけど。あとピアノ売ってちょうだいな。もうちょうだいなってるやんねんか、これ。ちゃんとあの家族に言ってみてな。ピアノ売ってちょうだいか。普通に言ったら。うん、ピアノじゃない。ピアノ。ピアノ売ってちょうだい。ピアノじゃない。ピアノ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 売ってちょうだい。いや、もうもうどんどんおかしくなるわ。ピアノ。上がるピアノは。聞いてる？え？ピアノ打ってちょうだい。ピアノ打ってちょうだい。ピアノ打ってちょうだい。ピアノ打ってちょうだいやないかい。なかなかやね。なかなかになかなか難しいわね。